皆さんこんにちは、石井正則です。いつも動画ご覧いただきありがとうございます。皆様ぜひぜひチャンネル登録、そしてスーパーサンクス、何卒よろしくお願い申し上げます。さあ今回も Vlog お届けしたいと思います。実はですね、これ今撮ってるのが2021年の8月13日金曜日なんですけれども、ずっと Vlog はやってこなかったんですよね。前回の動画でね、オートミールでオムライスを作る動画を上げましたけれども、それ以外でこう今までやってきた Vlog スタイル、日々いろんなところでちょこちょこ撮ったのをこうまとめて1本の動画にするってタイプの Vlog に関してはずっと上げてこなかったんですね。で、結構実はなんだかんだカメラ回してたんですよ。今回してるカメラ GFX100S であったり、 XS10 であったり、 Osmo ポケットであったり、 iPhone であったり、結構なんとなく動画を撮っておいてるんですけど、結局動画を作ってないという状況なんですね。まあ、新型コロナウイルスに感染して、その後またいろいろ仕事など重なって、ちょっと動画を編集できる時間と体力、後遺症も長く続いてるんでね、そういった状況の中で Vlog を作れないでいたんですけれども、今回もう思い切ってちょっとこういったご説明をして、ごっちゃ混ぜにしてまとめ上げた動画を作ってみようというふうに思い立ちました。正直4月23日に新型コロナウイルス陽性として発症してるんですけど、それより前に撮ってる動画とかも上げられてないんですよ。だからもう4月からこの8月までの間、日常にあった出来事を結構回してるんですね、いろいろなんですが、それは全然皆様にはお届けしてないという状況なので、もう時系列とか内容とか関係なしに全部載せみたいな感じでちょっとお届けしたいと。だからいつもみたいに日付ももう入れません。あえて8月かと思ったら4月のになったりとかすると思うんで、もうそうなってくるとあんまり日付が意味を持たなくなってくるところもあるんで、これをずっと出さないでいると、これから日常的に起こった出来事を撮ったやつをアップロードすることもできなくなっちゃうんで、ちょっと一度ここでまとめて、こう時間とか曜日日にちの概念を排除して、全部を並列にいろんな出来事、行った場所、やったこと、食べたものなどなどを一つにまとめてお届けしたいと思います。それではご覧いただきましょう。さあ今日は2021年4月6日火曜日です。買ってみました、これ。泡が出るというアサヒのスーパードライ、アサヒスーパードライ買ってみました。まあね、クリア朝日と同じね、朝日さんが新商品を出したということで話題になってるんでね、これはやってみなきゃいけないだろうと。早速開けてみます。こういう風に開けるんですって。おお、出てくる。おお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 きれいにスパッと開くんですね。なるほど、こういう感じですか。泡出る様子伝わったでしょうか。結構飲んだのにまだ泡ですごい出てんの。どういう仕組みでこうやって開けて泡出てくんだ。すごいですね。うまいっす。これでもちょっとあれですね、クリア朝日でもこの缶のバージョン出してくれたら最高っすよね。
2021年4月4日日曜日のお台場イルミネーション定点観測です。あんまり変化は少ないですね今日。2021年4月11日日曜日お台場球体のイルミネーション定点観測です。2021年4月18日日曜日のお台場イルミネーションの様子です。色の変化の速度感が前と違いますよね。どん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 変わっていく感じ。2021年5月23日のお台場のイルミネーションの定点観測です。ちょっと YouTube もお休みいただいてて、ミスターサンデーのナレーションもお休みさせていただいてたということで、1ヶ月ぶりの定点観測になりますが、2021年5月30日日曜日のお台場のイルミネーションです。ブルー一色ですね。やっぱ時間帯で変わるのかな？今日はちょっとその移動の関係でちょっと早くに着いたんですけれども、2021年6月6日日曜日です。先週と同じように、ブルーのまま色変わらずです。2021年6月13日日曜日のお台場のライティングです。はい、でもブルーもいいですね。はい、落ち着いてて個人的には好きです。2021年6月27日日曜日お台場、イルミネーションの様子です。夏休み時期に入ったら変わるのかなぁ。2021年7月4日日曜日のお台場フジテレビのイルミネーションです。これずーっと撮ってるけど、発表するチャイミングがなくなってきちゃいましたね。今チャンスとタイミングが一緒になってチャイミングしちゃいました。2021年7月11日のお台場イルミネーションの様子です。遅い時間ですが、空がだんだん夏らしくなってきましたね。2021年7月18日日曜日のお台場イルミネーションです。夏休みに入るからですかね。ついに変わりましたね。2021年7月25日日曜日お台場のイルミネーションです。ちょっとおとなしい感じですね。さあ、今日もミスターサンデー頑張ります。買ってきてしまいました。調子屋さんのカツサンド、そしてコッペパンのコロッケコッペですね。これちょっとご覧ください。歌舞伎座裏元祖とんかつコロッケ、そしてこちらがハムカツ。ハムカツですよ。やっぱステイホームでね、これをいただきながらさ、クッカ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 、買いすぎてしまいました。太ります。ハムカツ開けてみたいと思います。いや、もうめっちゃ美味しそう。うーわー、これは絶対美味しいわ。太ります。いやー、こりゃ参ったなー。
ちゃんとね、切って入ってました。くー、たまらんですな。結構大きいですよ、ボリュームあります。横から見るとわかるかな、こういう感じですもん。よし、太ります。オーマギャー、カツサンドでございます。2段になっております。これもしかしたら肉の種類違うか、ヒレとロースとかかもしれないですね。太ります。いただいてみます。これ使わないかもしれない。でもうまいしか言えないんだもんねえ。ああもうシンプル、もう何にも余計なもん入ってない感じ。それでこんだけうまいって相当なことですよこれ。俺今まで何をやってきたんだろう、あれやこれやだこうだだこうだやってきた。こうシンプルが一番。気づかせてくれました。俺はこれからシンプルにいきます。さあということで、もう本当にこれ懐かしいなってものから最近のものまでって感じなんです、自分的には。をこのようにお届けすると、皆様には全部が初めて見るものになるから、どんな風に映るんだろうっていうのも僕も興味あります。今日はこんな風にして Vlog をお届けしました。ぜひぜひ、感想などコメント欄にお寄せいただければと思います。今回も動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、そしてスーパーサンクスもよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。お相手は石井正則でした。実はまだこれ、このエンディングを撮ってる時に編集してないから、どういう風にまとまってるかまだわかんないっていう。どうなりますかね。いや、楽しみです。ね、まあ Vlog スタイルが好きなんでね、ぜひぜひね、今後続けていくためにも一度ね、こういう風に上げさせていただきました。皆様の感想をお待ち申し上げております。